はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、トレードツリーというものに焦点を当てて話していきたいなと思っておりまして、まずトレードツリーっていうのはトレードに関わった選手を順々につなげていくような、まあ遊びのようなものなんですけれども、トレードの多い MLB ですと結構昔まで遡ることができるんですね。で、どうもですね、いろいろなトレードツリーを見ていたところ、どうもですね、マーリンズが未だに球団史上初のドラフト選手の恩恵を受け続けていることが分かりましたので、今回ちょっとですね、それについて紹介していきたいなと思います。はい、でマーリンズは1993年に球団として創設されたんですけれども、その初めてのドラフト選手っていうのは92年ドラフトの1巡目指名、全体28位で指名を受けたチャールズ・ジョンソンというキャッチャーなんですね。この選手がマーリンズ史上初めてのドラフト選手ということになるんですけれども、ジョンソンはですね、94年にマーリンズでデビューして、で翌95年からはキャッチャーのレギュラーとして本格的にチームに定着するようになったんですけれども、特にですね、守備が非常に良い選手でして、95年から3年連続でゴールドグラブ賞を獲得しましたし、97年は打撃もそこそこの成績を残しまして、オールスターにも選ばれたような選手なんですけれども、そういったまあ活躍もあって、97年マーリンズは球団創設から4年でワールドチャンピオンにも輝いたわけなんですけれども、ただそんなワールドチャンピオンに輝いたマーリンズなんですけれども、球団の財政は当時から結構厳しくてですね、ワールドチャンピオンになったチームの主力選手を全員キープするにはちょっとお金が足りないという状況になってしまいましたので、いわゆるファイアーセールに出るんですね。で、その過程でジョンソンもトレードされることになりまして、98年の5月にですね、ジョンソンを含む5選手がドジャースへトレードされることになりました。で、このトレードでマーリンズはマイク・ピアッツァを獲得するんですね。ピアッツァといえばオールスター選出12回の殿堂入りの捕手で言わずと知れた名選手なわけなんですけれども、ただマーリンズは鼻からピアッツァをキープする意図はなかったらしく、マーリンズには1週間だけ在籍しまして、その翌週の5月22日にはメッツにトレードされることになったんですね。なのでマーリンズでわずか5試合しか出場しなかったんですね。で、その後メッツでピアッツァ大活躍したのは皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、ピアッツァのトレードでマーリンズはエド・ヤーナルというピッチャーを獲得するんですね。ヤーナルは96年3巡目指名でメッツに入団した選手 で、当時ですね、プロスペクトとしてベースボールアメリカのトップ100のプロスペクトに入るぐらいには期待されていた選手だったんですけれども、ただマーリンズでは残念ながらメジャー昇格というところまではいかずにですね、その後ですね、99年の開幕前にヤンキースでヤーナルをトレードされることになるんですね。で、ちなみにこのヤーナルは後に2001年そして2002年に日本のオリックスでもプレーすることになる選手なんですけれども、このヤーナルをヤンキースへトレードした時に獲得したのがマイク・ローウェルなんですね。ローウェルといえばオールスター選出4回の名サードなわけですけれども、このヤンキースとのトレードの時点ではまだメジャーリーガーとしては駆け出しの選手でして、でただマーリンズに移籍してからはサードのレギュラーとして定着を果たしまして、で特に2002年からはオールスター級の選手として成長を遂げまして、この年は打率2割7分6厘 OPS 8割1分6厘でホームランも24本放って初めてのオールスターにも選ばれましたし、翌2003年も、まあ、130試合の出場にはとどまってしまったんですけれども、打率2割7分6厘 OPS 8割8分1厘そして32本のホームランを放ちまして、2年連続のオールスターにも選出されましたし、何よりですね、この年2003年というのはマーリンズが2度目の世界一に輝いた年ですので、まあ、その世界一のチームのキーマンとして非常に活躍した選手ですね。そんな具合にローウェルの成長とともにチームを成長を遂げていったわけなんですけれども、例によってマーリンズはその世界一になったチームをキープできるほどの財政状況ではなかったので、またですねファイアーセールに出ることになるんですね。で、2005年のオフにレッドソックスでトレードされることになりまして、でその後もレッドソックスのサードのレギュラーとして活躍を続けまして、2007年のレッドソックスの世界一にまた貢献した選手なわけなんですけれども、このローウェルをトレードしてマーリンズが獲得したのがハンリー・ラミレスなんですね。当時のラミレスはまだ荒削りな部分は多かったものの、特に身体能力の高さが非常に評価されていまして、トッププロスペクトとして期待されていた選手なんですけれども、マーリンズは主力を全部売り払ってしまいましたので、移籍してすぐにですね、ショートのレギュラーに定着しまして、で、2006年には158試合に出場して、打率も2割9分2厘、ホームランも17本ということで、いきなり新人王に輝きまして、で、その後もですね、打てるショートとして、ナショナルリーグの中でも存在感を高めていきまして、オールスターにも3回選ばれるような選手に成長していきました。
そういった具合にですね、順調に成長していったラミレスをチームの中心に据えようと考えたマーリンズは、2008年のシーズン中にラミレスと6年総額7000万ドルの大型契約を結ぶことになるんですけれども、ただその後はですね、ちょっとチーム内でトラブルを起こしたりですとか、あとはまたマーリンズの財政的な問題が出てきまして、2012年のトレードデッドラインにドジャースへトレードされることになるんですね。で、このドジャースとのトレードで獲得したのがネイサン・イオバルディですね。イオバルディは2008年の11巡目指名でドジャースに入団した右腕でして、まあ、先発投手ながら100マイル近い剛速球が非常に売りの選手なんですけれども、このトレードの時点ではまだそこまでですね、メジャーで頭角を現したような選手ではなかったんですね。ただマーリンズに移籍してからは先発ローテーションの一角に定着しまして、まあ、勝ち星にはあまり恵まれはしなかったんですけれども、特に2014年は33先発で防御率も 4.37 というところで、まずまずの成績を残したんですね。で、2014年の時点で24歳とまだ若くてですね、今後マーリンズ投手陣の柱となっていくのかなと思っていたんですけれども、ただマーリンズ当時ですね、サードのアップグレードを狙ってまして、で、ヤンキースからマーティン・プラドを獲得する際に、このイオバルディをトレードしてしまうんですね。で、イオバルディはその後ヤンキース、レイズ、そしてレッドソックスで活躍をしまして、特に2018年のレッドソックスでのポストシーズンでの活躍っていうのは非常に印象深いですよね。で、このイオバルディのトレードの中でプラドを獲得した際に、マーリンズはもう一人デイビッド・フェルプスを獲得するんですね。で、このフェルプスは2008年14巡目指名でヤンキースに入団したピッチャーでして、ヤンキース時代は先発とリリーフどっちもこなすスイングマンとしてプレーをしていたんですけれども、まあ、そこまで目立った存在では当時はなかったんですね。ただマーリンズでリリーフに転向した結果、才能が開花しまして、特に2016年この年64試合に登板しまして、防御率も 2.28 で、で、86回3分の2で114もの三振も奪いましたので、一気にですね、トップリリーフネと成長を遂げたんですね。で、翌2017年も防御率こそ悪くなってしまったんですけれども、44試合で防御率 3.45 と、まあ、リリーフとしてまずまずの活躍を見せまして、で、この年のトレードデッドラインで、まあ、リリーフの補強を狙っていたマリナーズへとトレードされることになるんですね。で、マリナーズでもリリーフの柱として期待されていたフェルプスなんですけれども、10試合に登板して肘を怪我してしまいまして、で、その後トミージョン手術も受けることになってしまいましたので、リリーフの柱どころかわずか10試合でチームを退団することになってしまいました。本当呪われてんな。一方、マーリンズはフェルプスのトレードでパブロ・ロペスを獲得することができたんですね。このロペスは現在もマーリンズに在籍しているピッチャーなんですけれども、もともとは16歳の時にマリナーズに入団しまして、で、トッププロスペクトでは決してなかったんですけれども、まあ、一応順調な成長は遂げていまして、で、マーリンズ移籍後ですね、2018年にメジャー昇格を果たしまして、この年は10試合の登板ながらも、防御率 4.14 と22歳の投手にしては、まずまずの結果を残したんですね。で、その調子で飛躍が期待された昨シーズンだったんですけれども、怪我の影響もありまして、21試合で防御率も5点台というところで、あまり振るわない1年になってしまいましたね。ただまだ24歳と若くで、今年はチームの3番手として開幕予定ですので、まあ、今年ですね、しっかりと成長を遂げられるかは一つポイントになってきそうですね。ということで、球団史上初のドラフト指名選手であるチャールズ・ジョンソンをきっかけに、現在もチームに在籍しているパブロ・ロペスまで長い長いトレードを見てきたんですけれども、最終的なトレードツリーはこういう形になりまして、まあ、ちょっと長すぎて二分割になってしまうんですけれども、まずジョンソンをきっかけとして、で、その他4人の選手とともに98年5月にドジャースへトレードされまして、で、そのトレードで獲得しましたピアッツァを1週間後にメッツへトレードしまして、で、これでエド・ヤーナルと他2人を獲得しまして、で、99年にはそのエド・ヤーナルをトレードして、マイク・ローウェルを獲得しました。で、そのローウェルと一緒に、当時エースだったジョシュ・ベケット、そしてギレルモ・モタの3人が、レッドソックスで2005年にトレードされまして、で、このトレードの中で獲得した4人のうちの1人が、ハンリー・ラミレスでして、で、このラミレスが、2012年7月にランディ・チョートと共にドジャースでトレードされました。で、このドジャースのトレードで獲得したのがネイサン・イオバルディと、そしてスコット・マクガフで、で、このイオバルディを他の2人の選手と共に14年のオフにヤンキースへトレードし、で、このヤンキースとのトレードでデイビッド・フェルプスを獲得し、そのフェルプスを17年の7月にマリナーズへトレードし、最終的に得たのがパブロ・ロペスを含む4人の選手なんですね。ということで、チャールズ・ジョンソンからパブロ・ロペスまでの長い長いトレードツリーがこれによって出来上がるわけなんですね。で、この一連のトレードの連鎖の何がすごいって、ほとんどがマーリンズの主力選手になった選手なんですね。なかなかこうもうまくですね、主力選手ばかりを獲得できるようなトレードっていうのはできないですし、まあ、これをしかも98年のチャールズ・ジョンソンのトレードからずっと続けているっていうのがすごいですよね。で、こういったトレードの歴史って結構調べてみると面白くてですね、実は今このチームにいるこの選手は、
実はずっと辿っていくとこの選手がきっかけになっているっていうのが、まあ分かったりしますので、まあぜひですね、皆さんも調べてみてはいかがでしょうか。ということで少し駆け足にはなってしまいましたが、今回の動画は以上にしたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。